ああ多分やめるんだろうなと思う。俺はだから。できないことは言って傷つけたくないから、うん、今までさ何回も別れてたけど、毎回さ女芸しないしないって言ってしてさ結局別れたりとか、で次も女芸したら配信もし絶対しないって言って結局や配信したりとか、その繰り返しだったじゃん。私もすぐ別れるっていうのは悪かったけど、自分も約束を守らないで毎回女ゲームをしない配信やめるって言って二人でズル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 ここまで来たんだよね。でもちろん私も悪いんだよ、そんな何回も信じてしまって。部分も あると思うし、でも本当にそれじゃ子供を育てられないから、でなんか金銭的な面でも、俺はもう働きたくない、養ってもらいたいみたいな、まあ冗談かもしれないけど言ってるじゃん。配信で頑張りたいってことね、配信。あなたのその配信で頑張るっていうのがさ、配信で諦めたくないってこと。うん、わかるよ、すごくわかるんだよ。でも毎回結局女芸になっちゃってエスカレートして今もこうなってる。だからもう、やっぱね、結婚して子供育てるにしても配信はね、時間も自分で好きなように組めるし、お金も稼げるし、最高の手段だと思うんだけど、失うものも多いと思うんだよ。本当にそれで幸せなのかな。また2人で傷つけ合って子供うまく育てていけるのかな。はい、くるさん、はい、まとめます。あとごめん、いやもうまとめさせて先に。俺理解力とリスナーのコメントの空気感読むのは、そういう能力は長けてるから、まとめ、まず、配信が幸せになる手段として必要のないというプレゼンは今伝わった、でも俺が冒頭に喋ったのは、俺は配信はやめれません、っていうことを伝えてるわけだから、配信をやめれないと言ってる相手に対して、幸せになるために配信は必要ないんだよっていうことを説明されても、俺は蕎麦を食べ、海に来て、約2時間考え抜いた結果、何よりも配信が大事だという答えを出してます。どうぞ。じゃあその、またお互い傷つくような結果になっても配信で稼ぐことが大事だっていうこと。俺は配信者だから。じゃあ子供も犠牲になっちゃうと思うよ。で、なんでそんなその配信で稼ぐことにこだわるんだろうって。別に私ゼロワンに養われてたわけでもないし、配信で稼ぐことではなく、配信が好きだからやめたくないってこと、お前とね、去年付き合ってる時は自分の悪口があったりしたら、お前は嫌になってたじゃん。で俺は、ああそれも気にするんだ、じゃあそういう悪口がないように配信をしようとかずっと苦悩してたんだけど、俺は別に言われてもいいけど、まあ俺が一番悪いからそれでもやめたくないの。俺はなんて言われてもいいんだ、みんなに叩かれてもいいけど、配信が好きだから、あの
チヤホヤされたい、チヤホヤされたくて配信してるわけじゃない。うん、イベント1位になりたいとか、ナイスが欲しいとか、そんなんじゃなくて、うん、配信が好きだからってこと。だから、またね、まあ、子供が本当に生まれましたと。子供の前で夫婦喧嘩してるような配信をする可能性はあるんじゃないですか。俺が配信をやめない限り。それを懸念してるんだと思うけど、それは、ね、何とでも言えるよ。そういうふうに、そういうことはやらないように仲良くそういう配信をやりたいって思うんだけど、ずっとできなかったよね。うん。俺たちって。でも俺はね、今配信やめるって、それは綺麗事だと思って、俺多分やめれないと思う。うん。やりたくなると思うよ。俺はね。やっぱり。うん。だから、やっぱ配信やめれないっていう結論に出たわけね。だから、じゃあ、と、要するに子供をネタにするってこと？子供をネタにするんじゃなくて、子供ができても、子供よりも配信を優先するようなクズってこと。そういうふうに、そうやって言った方がはっきり、もっと言えばいい？わかりやすく。わかんないかな、俺が言ってること。だから、普通は子供、来るが言ってるように、子供ができたら配信やめて働く。ね？そういう人いっぱいいるじゃん。うん、でも、なんだろうな。別に配信が悪いって言ってるわけじゃなくて、決してね。ゼロワンの今までのやり方に私は本当に失望してるから、なんで。うん。今もそうだけど、はい、そうですね、妊娠してるのにこの仕打ちなわけじゃん。そうだよ。うん、そんな人になんかまたこれからも配信しますって言われても、うん、またうまくいくのかなって思うし、あと話変わっちゃうけど、私がもし妊娠してなかったらどうしてたの？ずっと二股してるつもりだったの？いや、それは、ね、どっちにも仲出ししてたの？いや、それはないでしょ。なんで？じゃあ、このタイミングでこうなった。じゃあ、あるかもしれない。その可能性言ったらわかんないけど、うん。うん。仲出しばっかやってたかも、それ3人、4人って増えてたかもわかんないよ。うんうん、そうだよ。で、子供ができたとしても、その配信で言わなければね、どんどん。うん、その話は今、まあまあ。それも大事だと思うよ。大事か。あなたが配信をするしないも大事だけど。大事か、この話。仲出しの話。だって結局はさ、ゼロワンがどっちのことを好きかなんだよ。で、子供置いといて、子供できたこと。どっちが好きかじゃないんだよ。俺は配信。こういう問題になってはいるけど、うんうん、どっちが好き、どっち切れてきたけどね。どっちが好きかじゃないんだよ。俺は配信が好きなんだよ、二人よりも。あ、じゃあ子供じゃないなら、じゃあ私を取る必要なんてないよ。子供が大事だと考えられないなら私を取る必要はない。いや、子供なんか大事に決まってるけど。え、配信でしょ、あなたは。子供より配信でしょ。わかりました。それならもう大丈夫です。あ、ちなみに私はその彼女に、はい、なんかお金をもらいたいとも思わないし、養育費そんなお金で生きていきたくないです。あなたたちに面倒を見てもらいたくないです。例えばね、まあ、どれだけ惨めな生き方なんですか、それは。まあそれはそうですけど、配信やめるしかないんでしょ。だって配信のやり方をね、
あれするとか、そういうのも違うよ。あなたは今子供よりも配信が大事って言ったんだよ。配信やめれないってことはそうなるんじゃないですか。うん、そうじゃないよ。だって配信のやり方なんだよ。配信ってやり方次第でいくらでも子供を養って子育て配信してる人なんてたくさんいるじゃん。まあでも、でも私はゼロワンがそういう配信をできるってなんか 100% 信じられない。あ、そう。うん、やっぱりまた女芸するんじゃないかな。そっか。うん、そう思ってる限りさ、またなんか喧嘩して揉めちゃうと思うし。配信はしていいってこと？なんかじりじり言ってるよ。充電器抜きな。切る。いや、切らなくてもいいけど。治ったけど。治ったよ。あ、またじりじりやってるけど、まあまあ気にならないからいいけど。ああ、なんか配信も本当にやり方なんだよね。でもそれは今まで何十回何百回と嘘をつかれてきたわけじゃん。女芸しない、もう配信やめるって言って。いや、まあ捨てるんだね、俺のこと。いや、じゃあちょっといい？ちょっとそれで二人で話す？違うか？流れ的には。え、てかさ、なんだろうな。いや、ほんと妊娠してなかったらどうなってたのって思うけど、ね、これ関係ないじゃん、妊娠。いや、関係あるじゃん。妊娠してたから今どっちか選ばなきゃいけないみたいな状態になってるけどさ。え、どうするつもりだったの？え、だったら全然さ、そんな子供ができたから私を選ぶとかやめてほしいんだよ。そんなんで子供育ててもね、子供がかわいそうじゃない？あのさ、うん、じゃあ選ぶという天秤にかけるという部分で、うん、じゃあ来るとミサがいるじゃん。その上には子供がいるよ、うん、それは共通認識でっていいんでしょ。うん、一番優先順位は子供ですよ。うん、うん、でもその上に俺は配信があるからってこと。だって配信やめれないんだもん。それでいいですか？うん、俺の頭の中の優先順位はそうだよ。うん、で、来るは一応女の中でその中出しという部分でやっぱ上位なんだよ。ピラミッドがあったら中出しでしょ。で、まあ中出しできなかったとしたらやっぱ中出しが。何を言ってる。すいません。